宮城県の鹿半島でででは、津波で漁港に流れ込んできたがれきの撤去作業を行っているのは全国から集まったカヌー愛好家やボランティアおよそ60人です津波で流された網などがスクリューに絡み船が航行できないためがれきが手つかずのままになっていた牡鹿半島の小渕浜漁港でカヌーやゴムボートを使って海の中や 地元の漁師さんたちが、もう一度海に出ようっていう気持ちになってもらえる、その本当にちょっとしたきっかけになればいいかなっていう気持ちで作業してます、雄鹿半島でのカヌーを使ったがれきの撤去は、今月12日まで続きます。